ナックルはサービス自体はすごく簡単なサービスなんで、やはりナックルでいかにこう質の高いナックルが出せるかっていうのが、それ以外のサービスの効果にも関わってくると思うんで、やっぱりナックルは自分でかなりこうバリエーションというかサービスの精度だったりとか分かりづらさを上げていってます。それこそスイングだったり軌道だったり、まあ、コースもそうだし、やっぱりナックルをやはり完璧にしないと他のサービスが効いてこないです。軌道ですかね、一番大事なボールの飛び方。もちろん当たる瞬間でもごまかそうとはするんですけど、やっぱり相手は結構当たる瞬間もそうですし、この飛び方を見て判断するんで、やはりその飛び方でバレないように。下回転のナックルが同じような軌道になるように心がけます、ね、僕はどちらかといえばこうスーッていくような感じがします。下回転っぽくナックル出しますね。そう、でもやっぱクロスの方が回転量の多い下回転は出しやすいです。ラケットの先端に当てるようなイメージで出しますね。やっぱり自分が出す前にある程度イメージすると思うんですよね、軌道を。やっぱりそこに正確に出せることが一番大事だとは思います。